なんかバランス良さげになったな。俺がもしランクやってる時これ来たら結構切れますけど。これはダメなんだ。いや、なんかダメっていうか、なんか、まあ、各マップにこいついないと結構ゲームやばいみたいなキャラいるんですよ。フラクチャーは何が欲しいの？ブリーチっすね。ああ、確かに、ブリーチ強いよね。フラクチャーはブリーチっす。で、ブリーチがいないと、キルジョイウルトされたらゲーム終わるんですよ。だからこれ相手にブリーチいなかったら、キルジョイウルトしたら絶対勝てるっすね、アタッカー。その地下があるじゃないですか、このマップ。あるね。あそこにキルジョイウルト置くと、サイト全部入るんですよ。でもこれめっちゃいいっすね。相手ブリーチないんで壊せないんですよ、キルジョイウルト。ブリーチないし、キルジョイもいないね。そうっすね。どこ守ろう。ちなみに俺のおすすめは箱の上っす。後ろの。そこの上に置いといて、そうっす。で、そ前。こに置いて勝負して、帰るともう一回相手が出てくるところを勝負できるんですよね。まあ、今回はこうなんですね。これもう裏取りに行く？取りに行ってもいいですよ。でも多分相手が偉かったらチェンバーのトラップがあります。ではこれで。いいっすね。残り1名。うわ、やばっ。ちょっと待った、待った。うわ、まあ、危ない。いいっすね。あ、危ない。裏取りに生きる手があったっすよ。ちなみにセカンドラウンドなんですけど、マーシャルやっぱおすすめっすね。さっきのテレポートを置いて、マーシャルでやれば、まあ、勝てます。やっぱもう一発当てればいいだけなんで。見つけて。いいっす僕ね。の勝ちだ。ちなみに左落としたっす。何の押してた？うん、いたんだよね。ナイス。ナイス、ナイス。銃がある。こっちの方がいい？ああ、まあ、頭当てれたらマーシャルの方が強いんですけど、頭っていうのはバカむずいんで、やっぱ。なんか高い方を一応拾うようにしてるんだよな。まあ、基本的にそれでいいっすよ。基本的にはマジで。でも拾われるわけじゃないのがいいね、これ。マジそうっで。すオね。ペだとさ。前のうまいはですね。相手が強いですね。これでも俺、同じことしかできないな。まあ、なんかそこの部分はマジで卓なんで、例えば今度は、アーケード側、要は後ろ側っすね。逆うん。方向に勝負しに行くとか。どこまで行ったらこれ勝負ラインになるの？これ。覗きに行ったら勝負ラインになりますね。最初の動き。この奥？そうっす。この奥でも勝テレポート可能だ。負っす。そうっす。ここで勝負っすね。うん。あ、ちなみにそこは、うん。しゃが、頭出ちゃうからやめた方がいい？いや、全然いいんですけど、もっと強いのがあって、しゃがみながらジャンプするんですよね。そうっす。そこで、そうっす。で、あ、もうこんだけでいいってこと？で、着地するときにしゃがみ外すんですよ。そうすると足音鳴らないですよね。わかります？あ、いあ、たいたいた今の最強、今のピークマジでです。あ、ちょ、待って、終わんなかった今俺。よし。ああ、それも敵か。いや、惜しいっすね。リコン割ったような気がしてたんだけど。まあ、ちょっとタイミング早かったですね。あ、あれ早いと割れないんだ。そうっす。目が出た瞬間じゃないと割れないっすね。でも今、マジで足音鳴ってなかったじゃないですあとか。30で、プラス、相手のレイナー見えたときに、マジで頭一個で見えたんですよ。へえ。だから、アレナピーク、マジで強いですね。相手絶対当てられないです、あれ。プラス、足音鳴らないんで、相手がスローで入ってきてても、気づけないんですよね、ジャンプピークしてるって。最後の一人だ。うわまあ、これはー、なえかぐないけかど。しんどいですね。こういう時どうする？まあ、殺しに行くっすね。削りに行く？ナイスです。惜しい。ああ。無理な時に自分がまあスキルとかまあ武器弱かったりしたら、殺しに行ってその相手のお金を削る。要は死んだ人をまたバンダル買わなきゃいけないんで、その動きは結構大切ですね。で、別に殺せなくてダメージだけ入れたとしても、アーマー変え直さなきゃいけないんで、削るまあ、のどっはちにし強いろプロスなプラスか。そうっす。惜しい、押した！なんか1キル望んじゃうんだよな。いや、いいと思いますよ。ああいう時1キル無理やり取れるようにしといた方がいいです、やっぱ。何これ、また来るっすね。左来ます。おう、うまい、うまい、うまい。ああ！惜しい。あ。うまい。さらばだ、兄弟。最初いけないよ、やれこやれ。れ。結相手のワイパーえぐっ。クラッチ。これマジで、コーチングしてて思うんですよ。定例と耐えるあれなんですけど、空爆ちゃんと覚えてるんですよね。レディアント隊とか空爆覚えてるワイパー少ないんですよ。へえ。エイムで周回回すんで、いらないんですよ、空爆。でもやっぱ、レートが低いと知識で勝とうっていう、なんか多分あるんですよ、絶対に。みんな覚えてるんですよね、コーチングする子。偉いよね、ママジジでで。偉いっすよ。空爆マジでなかなかやられないっすよ。
最初に犬飛んできたところに来るなら寄っちゃいます。あるっすね、そういうの。まず抵抗はあるっす、絶対に。うまい。惜しい。いや、今のめっちゃ良かったっすよ。相手のポジション上がって2人ともワンキルした後のエイムの合わせ方とかあんま良かったっすよ、マジで。相手のレイヤーのカバーが早かっただけで、まあまあ、そうだね、全然勝ってもおかしくなかったっすよ、今の。顔出しに行きたいな。うん、全然多分顔出しに。あんまこっちが来ないよね。そうっすね。これ行くしかないもんな。行った方がいいっすね、絶対。うまい。ようこそ私の戦友、キャリアダーク。あー、それどこ。おお、強っ。ナイス、プッシュした甲斐あるね、今の。そうですね、うん、今の裏取るときって足音立てない方がいいんですけど、うん、相手がもうガッツリ入ってたじゃないですか。そうだね、裏取るのって早ければ早いほどいいんで、今のはめっちゃ足音立てても裏早く取ったのめっちゃ良かったっすね。足音を立てていいかどうかのタイミングマジでなんかランダムなんだよな、俺。まあむずいっすね、ラインが人それぞれなんでむずいんですけど、今のは立てて良かったっすね、多分。うわー、いいっすね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 。これチェンバーってまして。そうか、でもこの先いる可能性あるのか。だからタコ置くんですよ、そういう時に。なるほど。あ、そう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 、すみません、すみません。おー、いいっすね。敵残り1名。おー、いいっすね、今のめちゃめちゃチェンバーでしたよ。マジで今のはもう85点くらいでしたよ、チェンバーチェンバー点85点、チェンバー点85点くらいでしたよ。おお、当たったのか当たってないか。あー、でもバレるんだ。恐怖を見せてやる。 A、 あ、 B、 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 ナイス。また相手のバイバックバックスに。なるほどね。あー、外し。そうか、空爆あんのか。そうですね、ポイント取られるとガチできついね、そしたら。まあ相手のバイパー偉いんで結構しんどいかもしれないですね。やば、これこうなるのか。なるほどね。まあまあまあ、でもナイス逃げすね。ナイス。これ弾買う？まあ好みっすね。ゴーストでずっと戦えると思うんで、別に買わなくても大丈夫ですけど、次のランで使うって考えたら買った方がいいかもしれないです、ね。結局買うじゃんっていう。まあまあそうっすね。倒したぞ。敵残り1名。おー、すごいですね。シェンバーのピストル使うタイミングめっちゃいいっすね。ありがとうございます。これからも強くお願いします。あざっす。死なないんだ、この銃使ったことない。ブルドッグは覗いて撃った方がいいですんで、頭狙うと一瞬で開けておきます。おお、いいっすね、めっちゃあれだね、今の削れてたね、やっぱり。そうっすね、最後の一人だ。あー、ごめん、ポジション悪かったな。まあまあ、そうっすね、プラント位置がここのプラントマジで弱いんですよ。でそっち側だし、うん、殺した後もう正面戻ればよかったね。まあそうっすね、プラントした後ディフェンダー側とアタッカー側逆転するって考えておいた方がいいかもしれないですね、意識的に。ああ、そうか、まあそうです、そうだね。そうするとやっぱ自分の立ち位置も守るって考えたらサイト中いないといけないとかなるんで。いい、押したんだけどな。指したっすけどね、惜しいっすね。あ、これ若干のディレイを感じたな、今の。今指鳴らしたっすけど、いやでも今結構ちゃんとギリギリまで打っちゃったの良かったっすね。惜しい。おー、よく入れたな、俺。最後の一人だ。 B でキャリアダウン。スパイク確保。え、当たってないの。最後の銃だ。設置。うん、こうなるのか。あ、てか、うまい。よく当てたっすね、相手。うまい。いや、惜しいな。言うてマジで途中までプロゲーマーのそれでして相手うまいんだけど。マジ惜しいな。やば、ちょ待った。よし、テレポート可能だ。うわ、ナイスティピ。うおー、今のティピめっちゃいいっすね。どこだ。おー、ナイス。こっち売ると結構あるな。
アイテムある。KO のあるとか嫌だな、これ。遊びたいのか。惜しい。え、当たってないの？当たってないんだ、今の。ギリギリっすね、いつも。あー、エイム。うわ、何それ。は？被害者の回です。まあまあまあ、しょうがないです。あ、ギリだったっすね、オペいつも。マジあと2、3ドットちょい合ってたらくらいで当たんないっすね、マジで。どっちに外れてる？これ。おい、え、覚え。ちなみに最初左と右、うん、チェンバーは右にずれてたっすね、多分。多分、置き幅がちょっと若すぎるっすね。もうちょいワンチャン。10代の気持ちでいすぎる。うん、ワンチャンもうちょい話してもいいかもしれないっすね。結構むずいっす。俺もワンチャン怪しいくらいなんで。なんか味方についていっても良さそうな感じするっすよ。まあそうだね。こういう時なテレポートどうしようか。まあなんかギリギリまでつかなくてもいいかもしれないですね。サイト入ってからだ、うん。はい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 。準備はできた。テレポート可能だ。最後の一人だ。B でキャリアダウン。さらば。テレポーター消失。お。どうしましょうか。まあ、なんかチームだとして試合の組み立てんだったらこういう時になんかキル中にウルトを取らせて使わせるとかですね。うん。試合の組み立てするみたいな感じになると。おお、いいですね。お、ナイス。でもこれ B かなり空いたんじゃないかな。見てくるか俺 B 一人で。えい、でも何もできることないし。狩りの時間よ。うえ、強っ。今のはまあごめんなさいだね。いや、単純にですよ。包帯値だ。ナイス。いいっすね。マジでチェンバーっぽくなってますよ、一気に。さっきの試合よりね、チェンバーっぽかったね。一気にチェンバーっぽくなってるっすね。やっぱその初動ファイトがめっちゃ多くなってるんで、がっつりワンキルして、自分は死なないで逃げるみたいなシチュエーションめっちゃ多いっすね。開幕でワンキル取れるのでかいね、やっぱり。でかいっすよ、マジで。